猪狩、何しに来た？勘違いとはどういうことだ？猪狩、あのプロレスラーのアントニオ猪狩かよ。地下闘技場ってのは地上最強を自負する者同士が誰にも邪魔されず己の力だけで覇を競うためにあるグラップラーの聖地だ。歴史だの伝統だのカビクセイモンを五章大事に守るような場所じゃねえんだよ。ですな、ゴロー。いや、さすがアントン、わしのセリフ全部喋ってくれちゃって、もう納得がいきません。ただ力だけを競うのであれば、それは犬や鶏を戦わせるのと同じ。武道という尊い歴史を築き上げてきた人類そのものに対する侮辱に他なりません。んだってわし、人間が犬や鶏みたいに戦うところが見たいんだもん。お、どうした、もう終わりか？そういうことだ。分かったならとっととかいんな。一つお聞きしたい。次の挑戦者はまさか、さて誰ですかね。元部か、はたまたオロチ先生か。行くぞ。タフだな、君は。俺の格闘技修行は父にコンクリートに叩きつけられるところから始まりましたから。地上最強の生物、半魔裕次郎か。元部さん、疲れた、もう終わりにしよう。あの、ありがとう、参考になったよ。近いうち君の父親と戦う日のためにな。でさ、小杖、バキ君とはどうなってんのよ。またその話？うっさいな。だからあいつはただの下宿人だってば。ふふん、しらばっくれても済むようならワイドショーはいらんのだ。こら、白状しろ。ちょっと揺らさないでよ。松本、さっきはよくも邪魔してくれたな。やべえ、遅くなっちゃって。あれ、だから無理やり連れて行かれちゃったんです。早く助けて。とは言ってもね、まだ事件になったわけじゃないし。学校には連絡してみたの？学校なんて当てになるわけないじゃない。どうしたの、舞ちゃん。あ、バキ君、小杖が。あんたいいこと言うじゃねえか。地上最強を自負する者同士が戦うグラップラーの聖地か。好きだぜそういうの。俺に何か用か？いや、用っつうかさ、ちょっと聞いときたいなと思ってよ。あんたバキの次の対戦者なのかい？俺は別にそういうのに興味なくてな。まあやれって言われりゃやらんこともないが。で、本当んとこどうなんだい？もしそうだとしたら、この場でぶっ潰す。倒せるか、この俺を。おお、あんたを倒して俺がバキとの対戦権を手に入れてやるぜ。そうはさせん。お前ら、猪狩、やはり貴様だったのか。なんだと？とぼけるな。我々は有力な情報を得たんだ。次のハンマバキの対戦相手がプロレスに決まったとな。何？俺は聞いとらんぞ。やる、まだとぼけやがる。プロレスと言ったら貴様以外に誰がいるというんだ。我々は貴様を倒し、独自にハンマバキの対戦者を選考する。あんたたち、私をどうするつもり？どうって、お前のせいでカンパもらい損ねちまったし。せっかくだからよ、
何か別のもんで払ってくんねえかな。愛するバキ君の代わりによ。おお、誰からにする。せっかくだなおめえは。やめて。バキ君。集団できやがって。これがあんたらの言う歴史と伝統かよ。黙れ。貴様らのような邪道を一掃するためだ。何しに来やがったバキ。てめえ何かっこつけて。あっ、おい、どうしたんだよ。何大騒ぎしてやがる。俺が俺。あ、何しやがる。てめえやっちまえ。ありゃ。あなたでしたか。まさかこいつが次の。伏せろ。伏せろと言っている。もう大丈夫だ。じゃあ俺用があるから行くね。あの、ん？ ありがとう。今見たの忘れて。あ、バキ君。いやはや、こうして目の前にしていても信じられんよ。まさかあんたが出てくれるとはの。お客はどこでも大事なものですからな。さて参りますかな。生涯最初で最後の喧嘩だ。てたのか。話は聞いとったが、さすがにこの目で見るまでは信じられんかった。鳥羽さん、見ろよバキのやつ。驚いてやがるぜ。野郎も知らされてなかったのか。日本プロレス界の象徴が立っとるんだからな。知っていようがいまいが驚くだろうさ。両者中央へ。武器の使用以外全てを認めます。鳥羽さん、本当にマウント鳥羽さんですね。ガキの頃からあなたのファンでした。それはショースポーツをするマウント鳥羽だろう。え、私はここに喧嘩をしに来ている。見ている客は楽しめんかもしれんが、きっちりとプロレスの強さを示して帰るつもりだ。君もそのつもりでいたまえ。敵はあの図体だ。スピードでかき回せば十分バキのペースでいけるぜ。そのくらいでは彼には勝てん。何？